フィリップはアメリカ合衆国の俳優。フィリップと表記されるが正確な発音はフィラピーが最も近い。本名はマシュー・ライアン・フィラビー。デラウェア州ニューキャッスル出身。父親のリチャードはデュポン社に勤務する科学技術者。母親のスーザンは自宅で託児所を経営。フランス系の血を引く。テコンドーで黒帯を持っている。 隣人の勧めでかねてから俳優の仕事に興味を持っていた17歳の時に床屋で偶然居合わせたキャスティングエージェントにスカウトされたことをきっかけにニューヨークに渡る。下積みを経て1992年にソープオペラワンライフツーライブの芸の少年役でデビュー。1995年にクリムゾンタイドで映画デビュー。1996年公開の 白い嵐で注目され、1997年公開のザタブー、暴かれた衝撃とホラー映画ラストサマーに主演し、後者の作品で知られるようになる。1999年公開の主演映画クルーエル・インテンションズのヒットにより、セクシーなキャラクターイメージをカッコたるものとし、ティーンエイジャーを中心にアイドル的人気を集めた。 2005年に公開されたアカデミー作品賞受賞作品クラッシュ以降は誠実で実直なキャラクターを演じることが多くなっている。ブレッキン、メイヤー、セスグリーンと共にプロダクションカンパニーを持っている。2010年4月17日にはバラエティ番組サタデーナイトライブにホストとして出演しコントにも出演した。2014年の映画チェーンで監督デビューし、 自ら制作、共同脚本、主演を務めた。1999年6月に、女優のリース・ウィザースプーンと結婚。1999年9月9日に長女が、2003年10月23日に、長男が誕生。長女の名前は、フィリップの祖母と、女優エヴァガードナーに、長男の名前は、フィリップの遠い親戚にあたる、プロ野球選手、ティーコン・フィリープにちなんでいる。 2006年11月に離婚を申請し、2007年10月に正式に離婚した。離婚の原因は2008年公開の映画、ストップロス、戦火の逃亡者で共演した、オーストラリア人女優アビー・コーニッシュとの交際と見られている。なお、2010年2月にはすでに二人の関係が終わっていることが、コーニッシュの広報担当により明らかにされている。その後、 2010年夏にモデルで女優のアレクシス・ナップと交際していたが、同年9月に別れた後に、ナップの妊娠が発覚。ナップは2011年7月1日に、娘カイロニー・メリザルダ、フィリップ・ナップを出産した。出産に際してはフィリップが付き添っており、娘に付けられた名前からもフィリップが父親であると見られている。一方、ナップと別れた直後の2010年10月に、 ケイト・ハドソンのハロウィンパーティーで知り合ったアマンダ・サイフリットと交際を始めるが、翌年2011年5月に発局している。ありがとうございます。